やる気元気森脇ちゃんさんは、お願いします。じゃあ来た、変なテンションで、お願いします。まあまあ、どうしました気分的にはね、はい、悪くはないですけど、はいはいはい、今日の空のような気分ですよね。なんか絶妙ななんか、はい、すごい絶妙なような、やっぱ晴れもせず、はい、この空気感好きですね、はい、よっしゃーって言っといて、うん、その後まあ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 今日も追い込みでみたいな、あの勢いではいかれへんような練習だからな、こんなみたいな、うん、じゃあ今日は500、300、100、うわっ、3セット、5、3、1、2、あれですやん、あもう涙出てくる、俗に言う5、3、1さんが今から学年するとのことで激励だけしに来ました。頑張るよね、完全に頑張るしかない、走りはしないんですけど頑張れだけ言いに来ました。おはようございます、お客さん頑張ってさかれ全然なんなんですか、なんで言葉発しないですか、こんなことあんねんね、なんか嬉しいですね、めっちゃ嬉しいですね。いやでも福井さんは1本行けそうな、1本行きますホテルから走ってお茶して帰ろうかなと思ったとこに森脇さんの練習があるって聞いてめっちゃいいライフスタイルですね、ライフスタイル。じゃあ今回の1セット目の500レディー、お願いします。よー、来た来た、早い、来た、もう来た、怖いよ、スイさん突然巻き込まれて、なんかこう走れる私服みたいな服で、あーでも早い、やっぱついてきてる、早いな、じゃあ、やった、えい、おお、こっから、こっから、さゆりさんのこのスピード感ですね、とんでもない速さです、そして熱い、蒸し暑い、サブスリーランナー水さんもやっぱりサッカーで追いつけられましたね、はい、はい、おーい、イエーイ、ナイスベル、でも早い、オッケー、ナイスワン、ナイスワン、ちょっとすいません、慣れてました、あの坂急に M っすよね、ちょっと急に想像以上にこれだちょっとなんか直前から怖いと思った瞬間に固まって登ったらもう固まりました、さすがですね、余計きついよこれ、見てる人待って、結構坂最近登れるようになったと思ったけどちょっと急すぎきつい、いや初め最後森脇さん抜かしちゃおうかなとか思ったけど無理でした、すいませんでした。ちなみに結構歴史的な話すると、うん、ここの梅林坂が急な理由は、うん、まあ、大阪城の土地の高低差的に、うん、あの上町台地の本当にここが大阪で一番高いところみたいなイメージ、あ、本当にここだけ台地の高さを感じれるところです、そういうことですね、なのであのお堀もここは水が入ってるけど、うん、坂の先っぽには水が入ってないみたいな感じで、本当に大阪の土地の高低差を感じれる坂です、すごい。ちなみに死ぬほどしょうもない豆知識もう一個言っていいですか、はい、Google マップで森脇坂って検索したらこの坂が出ます。松野明美サングラス食べてますので、行こう、
中だけ。で、坂登って。はい。ああ。お願いします。せ生活リズムおもろい。お疲れでした。僕、何気に5歳1初めてなんですよ。あ、そうなんや。初めてなんですよ、そうなんですよ。なかなか。やっぱこの坂がきついよね。坂グッときますね。めっちゃ削られます、体力。なんか、スイさんはもうそのままホテル走って帰ったらしい。うわ。みんなやっぱちょっとちぎれてますね。うまいね、もう頭ちぎれてるわ、みんな。ジョックで繋いでるっていうところもチェックしてほしいね。これここジョックめっちゃポイントなんですよ。これジョックここほんまにめっちゃ必要なるところですかね。歩くよりジョックで繋いでるのがポイントね。これさあ531はい2セット目しょー531の5、2セット目はい行きましょう、レディーゴー。お願いします。出てます。はい。上がるって言ったしょーえぐい負けるもんか。はい去年の自分に負けない。はいだってこれやらへんかったらどんどんと劣化していくからね。そうですよね。年齢重ねていくと若いうちは、はい、ゆっくりね劣化していくけど筋肉でも鍛えてなかったらやっぱりすぐ劣化するから落ちていくの早い、落ちていくの早いみたいね。ああまあしゃあないよ。それがだから年を重ねるってことでしょう。
じゃあ差が出てくるんちゃうかな、やってる人とやってない人で。ただ積み重ねで、積み重ねやな、積み重ねって大きいねんな、計測は力ってよう言うたな。531の3の2セット目、はい、ぜひ、はい、今重打的には結構ギリぐらい。ギリです。めっちゃギリです。余裕はない。はい。おはようございます。ああいう声援がもっと嬉しい。ほんまに嬉しい。ほんまに。ジョック、ここジョックでつなぐポイント。言うのが簡単。はいな、はい、言うのやら本読むのは簡単。はい、やってみたら。そうなんですね。やらなかったらマイナス。はい、やったらプラス。いやー、はい、ラストでトレッド頑張ってください。どうですか、体感は。こんなもん久々やっぱきついですか。いつでもしんどい。楽なんて思ったことない。楽なんて思ったことない。じゃあやめろやっていう。やめたらそれで終わりやからね。やめないと。いや、これやめないのがすごいですよ。前に進むことが、前に進むから。2022年夏もこうやって、55歳の夏。そう、なんかこう気づけば森脇さん一人だったのが、うん、いつの間にかスタッフが横にいて、ね、いつの間にか重打が横にいて、ね、気づいたらスイサーのボールっていう仲間がめっちゃいい流れで。そう、なんかそう増えてる感じが。フォレストガンプみたいに、ね、ドラクエとかなんかええ仲間めっちゃ飛んできますね。ええ人ばっかり来るね。こういう縁って間違いないですね、うん、もうほんましんどいからね。そう、南塾もおって、あの長谷川ね、クワガタ、瀬尾さんよりもいて。水かぶってくる。はい、お待たせ。よし、よし、はい、500、300、100の、はい、3セット目500で行こう。よいしょ。
一番速い。どうした、上がってる、上がった、上がってますよ。アンセット目上がるて、すごいですね。マジで進化。ふぅ、はい、入った。ラストラスト、はい、入った、ラストラスト、この感じ懐かしい、懐かしい、その感じ懐かしい。ラストです、頑張ってください。行く、はあ、ラスト、これがきつい、ラスト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 、ガーガー、追いかけろ、追いかけろ、諦めない、感謝、はい、感謝、ラスト、感謝、ライト、諦めない、もっと、中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 、見た、終わった、終わった、26、ナイス、終わった、オレンジ最高。これ走った後で100%めっちゃ甘い。あ、甘い。あ、最高。あ、これ最高。たまらん。ちょっと正直、いろいろ走る途中、森田さんいろいろめっちゃありがたい言葉言ってくださってたんですけど、ちょっともう余裕なくて半分何言ってるか分からないです。テラスまでちゃんとこの映像見ます。見て、あ、こんなん言われてたんやって絶対確認します。めっちゃしんどい。いや気持ちいいね。よっしゃ、ありがとうございました。いや、やっぱ やり終えた最高ですね。だからね、こうなった時にね、はい、あ、途中でやめなくてよかったって思うね。もうほんまもうやり終わった後いつもこれ思うね。もう途中で頭をよぎるやんか。しかも途中晴れてきました。ちょっとガンガンなってさセミ鳴いてさ汗がすごいですよ、これ。でもね、これ今日考えたらね、はい、あっこの坂に行く手前のあの長い直線がね、はい、やや追い風やったね。確かにそうですね、気づかなかった、はい、
これは助かった。追いかけたけど無風に関してだったね。うん、ああ、はい、だからこの時期暑くても風あると低いんだね。やったね。でもこれ今日はこれ一瞬しか出へんかったからね。2セット目に出ただけやね。僕あのキャッスルさんの前だけ余裕な顔しようと思ったんですけど、むちゃくちゃハンニャンみたいな顔しました、はい、あこだけなんかちょっとモテようとして余裕な顔したけど全然無理でした、はい、やっぱり。でもあの声援があるとそうやね、頑張りません。せやね、あ俺分かる、それ分かります。せやね、なんかほんまに学生時代思い出した。女子マネージャーの僕が頑張って言うて、でその後京都川の花火大会行こう言うて、 あの感じ懐かしかったですわ。俺ら男子校やからな、そういうの見ながら絶対負けるかこの学校に丸刈りで 0.5 ミリで思ったな。いやそんな気持ちになるんですね。女性が応援してくれる。いや、スイさんも入ってくれて、スイさんが応援した時に、はい、あのおじいちゃんのリアクションしたやんか、はい、あれはーと僕ら嬉しかったね。めっちゃ嬉しかった。こんだけのことやってんだよっていう、はい、いや、ほんとそうですね。まあでもキャッツさんも偶然ね、はい、ほんと偶然で応援だけでこんだけ汗かいてしまって、ほんまや、ほんまや、もう皆さん今歩いてきただけでもうすごいしんどいのに応援だけで、応援だけで、応援だけでびちょびちょになってしまって、もう興奮しちゃって、もう頑張れだけでこんだけ汗かいて、皆さん本当にナイスなんでした。すごかった。いやーすごい、本当に。いやいや、まあまあまた始まりましたんで、はい、またこんな感じでやりましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。